有松、鳴海絞り。有松、鳴海絞り。有松、鳴海絞りは、愛知県名古屋市緑区の有松、鳴海地域を中心に生産される絞り染めの名称。江戸時代以降日本国内における絞り製品の大半を生産しており、国の伝統工芸品にも指定されている。有松絞り、鳴海絞りと個別に呼ばれる場合もある。木綿布を愛で染めたものが代表的で、 模様については、他の生産地に類を見ない、多数の技法を有する。現在の有松地域は、江戸時代の初めには、人家のない荒れ地であったため、この地域を通る、東海道の治安密章を来たしており、尾張藩は、人の住む集落を作るために、北半島からの移住する住民を募り108年、慶長13年、東海道沿いに、新しい集落として有松が開かれた。 移住した住民は、街道警護の役割もあり、武芸に覚えのあるものが多かった。しかし、有松地域は、丘陵地帯であるため、今作に適する土地ではなく、また、鳴海宿までの距離が近かったことから、間の宿としての発展も望めなかった。そこで、有松に移り住んでいた住人の一人である、竹田昭旧明が、1610年、慶長15年から1614年、 慶長19年にかけて行われた名古屋城の追記、天下武神のために、九州から来ていた人々の着用ていた絞り染めの衣装を見て、当時生産が始められていた三河木綿に絞り染めを施した手拭いを街道を行き交う人々に、土産として売るようになったと言われている。また、1655年、万事元年に、文後、現在の大分県より移住した、医師、 三浦道忠、だし医師であったこと、現だしという名前については、疑問も提されているの妻によって、文語絞りの技法が伝えら、有松の絞り染めは大きな進歩を遂げた。この時に伝えられた技法は、三浦絞りあるいは文語絞りの名前で呼ばれ現在にも伝わっている。なお、鳴海絞りでは、この三浦道忠夫人を、鳴海絞りの回祖と伝えている。 有松での絞り染めが盛んになるにつれ、鳴海などの周辺地域でも絞り染めが生産されるようになっていったが、この状況に対し有松側は、尾わ藩に他地域における絞り染め生産の禁止を訴え、1781年、天明元年尾わ藩は有松絞りの保護のため、有松の業者に絞りの営業独占権を与えた。ただし、絞りの生産が全て、 有松の町で行われていたわけではなく、鳴海を含む周辺地域への皇帝の下請けが広く行われていた。独占権を得た有松には、現在につながる豪壮な町並みが形作られた。その後も絞り染めに対する統制は強化され、有松は終わり藩の庇護のもと絞り染めの独占を続けたが、幕末になると強作に苦しむ領民の生活不助のため独占権が解除された。 明治に入ると、鳴宮名古屋、大高などの周辺地域にも絞り染めを扱う業者が現れるようになる。愛知県以外でも全国各地で絞り染めが生産されるようにもなり、東海道が交通の中心から外れたことも影響して、有松の絞りは衰退期を迎える。しかし、明治の中頃以降は、販路の拡充や新しい技法の開発などの努力が実り、 生産量も増加、かつての行政上の特権は失われたが、新技法の開発とともに、特許の取得も行われ、これらの特許に守られて、有松絞りは全盛期を迎えることになる。第二次大戦中には、戦時統制が強化されて原料が入手できなくなり、絞り染めは衰退するが、戦後に統制が解除されると復興し、社会にゆとりが生まれるとともに生産量も増加した。 しかし、昭和の中頃を過ぎると着物離れや安い中国製の製品との競争、後継者難などから生産量は減少したため、どんや業から小売業への転換や廃業が相次いだ、どんや業から小売業への転換は非常に困難を極めた。現在ではかつて100種類を超えた技法も大きく、数を減じている。一方で、1975年、 昭和50年9月に愛知県内で初めて伝統工芸品に指定された第1回国際絞り会議の開催、1992年、平成4年とワールド絞りネットワークの設立、新素材を用いた製品の開発や国外の見本紙への出品など、有松、なるみ絞り振興のための取り組みもやれている。有松となるみは現在ともに、 名古屋市の緑区に属しているが、名古屋市に編入されるまでは、有松は北郡、鳴海は愛知郡に属しており、もともとは全く別の地域である。有松絞りと成美絞りは現在でこそ、有松、成美絞りとして一括して、伝統工芸品に指定されているが、江戸時代より互いに本家争いや販売、訴訟合戦を繰り返し、戦後に有前の人間国宝を、 山田栄一を、鳴海絞りの人間国宝にもしようと運動が行われた際には、有松側から横槍が入ったと言われる。なお、江戸時代にも絞り染めの生産の中心は一貫して、有松地域であったが、正式な宿場ではない有松は、旅人の停留するところではなく、東海道五十三寺の一つであったなるみ塾においても、販売を行った子から、有松絞りも、江戸ではもっぱら、 なるみしぼりと呼ばれていた。しかし1984年に、有松、なるみしぼり会館が完成し、初代館長の思いを反映し、有松に存在する建物ではあるが名称に、有松、なるみを併記することで、本家争い、訴訟合戦に決着がつき、共に協力していく体制となった。一般的に、有松、なるみしぼりの大まかな生産工程は、 以下のような流れとなっている、技法によってはこれに当てはまらないものもある。一連の工程は分業化されており、複数の業者が関わる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。